いか、二度と俺たちの姉妹入ってみろ。ぶち殺すぞ。待て、マサ。おう、文句があんな俺が聞こうじゃねえか。なんだと、出たせめえ。しまろ、しまろ、やるのか。覚えとれ。あんた。よう、あんたか。え、こいつから話は聞いちゃいたんだがな。まあ、近づきに一杯やるか。豆腐会？今のやつなんか。え、解散はしたが、残った連中が流しを抑えてやがるんだ。こいつが俺に義立てして仲間に入らねえもんで目の敵にされてな。だってあんな奴らの下に行けばピンハネされるだけですよ。そうだな。するとあんたたちは昔東風会に潰された大久保一家のもんだ。今じゃ残った連中も客引きか玉抜きで細々とやってるがね。そうか、東風会がまだあるのか。マスター、奴らと何か弱くあるんですか。確か4年ほど前に東風会の若いのを半殺しにして無所へ送られた男がいたとか聞いたな。まあいい、あんたと話が合いそうだ。俺もあんたを見込んで相談があるんだが。いいだろう、小生が妹とやってる店がある、行くか。